このアニメ地獄すぎる私のユリはお仕事でーす。ということでね、今回は私のユリはお仕事ですという今季放送されているアニメについて話していきたいと思います。このアニメタイトルからですね、あ、ユリアニメなんだなって思った方いると思うんですけれども、実際多分そうなんですよね。ですけれども、あの、見るとですね、もうなかなかエグいことやってます。現在第3話まで放送されたんですけれども、2話3話とどんどんやばい展開になっていってめっちゃ面白くなってるんですよね。で、どんなお話かざっくり紹介しま 説明しますと物語の舞台はカフェリーベ女学園っていうお嬢様学校を模したそのいわゆるコンセプトカフェ的なところで、まあ、そこっていうのは店員がその学校のね生徒に扮してお客様に対して救助を行うっていうまあ、そういうところで、まあ、主人公はひょんなことから働くことになってしまうっていう、まあ、そんな感じのお話になってくるんですよね、うん、でそのそのカフェリーベ女学園っていうのは設定としてお嬢様学校で生徒同士はですねそのシュベスターの千切りっていうのがありましてまあ、姉妹の千切りをですねそのお姉さま上級生と下級生で結び することによってまあ、特別な関係になっていくみたいなねまあ、そういうゆりゆりしいねあくまでも設定があるカフェで働いていくいわゆるお仕事アニメになりますゆり、まあ、アニメとしてはかなり独特な切り口で面白いなと思いましたで、この作品の面白いところっていうのがとにかく登場人物全員がですね、表と裏がめっちゃはっきり分かれているっていうところですかね本音と建前っていうのがすごくありましてまあ、お仕事としてゆり的な関係をその見せていくっていういわゆる、えー、建前と実際のねうちに秘めた本音っていうのがあまりにも その乖離しておりましてそこがめちゃくちゃ面白いんですよね例えば主人公なんかは常にね誰からも愛されるような自分を演じておりましてでその実際にお仕事としてねこのカフェで働くことになってもそのしっかり仕事をこなすんですよねその百合的なその生徒としての振る舞いっていうのをしっかり表として出してそのお客様からねすごく熱い指示を受けたりしていくんですけれども全てそれっていうのは周りから愛されるような自分を演じているだけであってその他はめちゃくちゃ適当なんですよねっていう例えば主人公がいたりとか他にもですね、まあ そのその主人公のお姉さまになるようなキャラクターがいるんですけれども、もまあ、そのキャラクターもですね。実際カフェで働いてる時はすごいね。あもうめちゃくちゃ魅力的なお姉さまやってるんですけれども、実際裏に行くとですね。とにかくやることなすこと、全てにブチ切れてくるパワハラお姉さまに変貌するっていうね。まあ、かなり癖の強いキャラクターたちの人間模様っていうのがめちゃくちゃギスギスしてて面白いんですよね。はい、そうなんです。この作品っていうのはまあタイトルに揺りがあるので、あ女の子同士のまあゆりゆりしい展開見れるんだろうな。ワクワクみたいな感じで。 いるとですねかなり大きな火傷を食らうというか多分後に揺り的展開は訪れていくと思うんですけれども現状はですねもうとびっきりのもうギス具合ですはいこんな関係地獄みたいのあるっていうくらいかなり地獄のような展開がずっと続いていきまして最新話に行きますとこれかなり面白い展開ですのでちょっとこの動画で話さないんですけどもぜひ見てもらいたいですもう主人公が特大の地雷をぶち抜きましてまあ、とんでもない展開に発展していくっていうね ぶっちゃけ1話見たときは、へ結構独特な切り口のユリアニメなんだなと思って見ていたんですけれども、まあ、2話3話とですね、まあ、登場してくるキャラクターと展開があまりにも驚きすぎてですね、どんどん面白くなっていくんですよね。まあ、多分人間関係で言ったら今季一ズバ抜けてそのマイナス方面に振り切っているというかね、まあ、それぐらい悪い関係性がですね、今後どうやって好転していくのかっていう未来が見えないぐらい今やばいところにいますので、かなり今後の展開どうなるのか気になって仕方がないですね。 これはただのユリア,アニメと思ってみるととんでもないカウンターパンチを食らうね、強烈な作品でございました。ということで今回は、私のユリアお仕事ですというアニメについてでございました。いや、まさかね、こんな逆の意味でね、ハラハラドキドキさせられるようなね、地獄みたいなね、内容のアニメだとは思ってもいなかったんですけれどもね。いや、ほんと2話3話とね、見肩方ぐらいどんどん面白くなっております。皆さんぜひともコメント欄にお願いします。それじゃあまた。